こんにちは。こんにちは。豊さん。はいよ。久々の年次物行きましょうか。ああ、行こうな。はい。あの年次物って離れてるとさ、なんかこうやりづらいかなと思ったけど、はい、やっぱこれコロナが長引きそうなんで、はい、ちょっともうやっていかないとな。そうですね。でファンの方でも年次大好きな方たちたくさんいらっしゃるので。ああ、本当な。はい。はい。はい、でこれまでは偶数やってきたんですよね。奇数をやってきた。あ、そうだ。81年から。そうだ、81年。でやってったんだよ。そうだ、そうだ、そうだ、81から80、そうそうそう、3とかそうですよね。そう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 。で、じゃあ今回は偶数で90年までいく、はい。90年代までいく。OK です。ということは、80まず1年から。82年からね、今日は。なんだ私おかしくなってる。何やお前、偶数奇数分かってるちゃんと。分かります。2で割れるのが偶数です。そうだ。もう一回小学校からやり直します、ね、本当だよ。だから今日は82年からそうですね、82年からやっていきます、うん、まず、はい、82年は、はい、セリーグの優勝どこだか覚えてますか、豊さん。そら覚えてるよ。どこでしょう。中日でしょ。ピンポン正解です。中日。いやいや、これは、ちょっと後々この動画の中で話していくけど、はい、ものすごいドラマがあった優勝だよね。はい、おー、じゃあちょっとそれは後ほど豊さんが話してくださるとして。で、はい、パ・リーグの優勝は西武ライオンズ。これはあのパ・リーグは2期制になってて、はい、前後期で分かれてたんだよね。これはこの年までですか、もしかすると。この年までだったと思うけど、はい、だから、なんていうの、プレーオフでどっかと戦ってるでしょ。そうです、日本ハムとプレーオフで戦ってます。はい、へぇ、そうそう。面白い。パリーグとセリーグで精度が違ったんですね。精度が全然違ったよ。はい、でちなみに、このセリーグ、はい、この年、横浜太陽ホエールズは何位だったか覚えてますか。 B クラスは間違いないよね。間違いないですね。だって中日巨人これが競ってたわけだから。そうです、2位が巨人。でも3位っていうチャンスもあったと思うんだけどね。でも広島も強かったからな。5位か。正解です。 14.5 ゲーム差です、豊さん。ああ、はい。で、うん、この年日本シリーズを制したのは西武ライオンズ。あ、中日に勝ちました。西武は強かったね、やっぱね。はい、24年ぶり。でも24年ぶりです。久々だったんで、まあ、ここから黄金期に入っていくもんね、西武は。そこの出だしみたいな感じだったんですね。そうそうそう。はい。で、この年どういった方たちが活躍したかと言いますと、個人タイトル、まずセリーグの最優秀選手は中日の中尾、はい、で、パリーグは、ね、はい、ロッテの落合。ああ、三冠王ね。そうです。落合さんはですね、首位打者、ホームラン王、打点王、最多安打、最多出塁率と最多出塁数も取ってます。6冠すごい、すごいな。落合さんすごいですね、この年。あ、最優秀新人なんですけれども、セリーグは広島の津田、はい、そして近鉄は大石で、首位打者、まあ、さっきもうね、パリーグは落合さんって言いましたけれども、セリーグは太陽の長崎さん。あ、これがまたね、はい、まあ事件というか、うん、まあこれも後々喋るけどね。わかりました。じゃあちょっと後ほどということで、はいはいはい、で、セリーグのホームラン王は阪神の掛布で、打点王も掛布で、はい、最多安打は中日の田尾で、盗塁王は巨人の松本、そしてパリーグは阪急の福本、はい、まあね、鉄板だよね、はい、ここら辺はなんかね。まあそうですね、うん、あ、メンバーの名前を見ると。で、ね、最優秀防御率はセリーグは太陽の斉藤明夫さんです。ああ、明夫さんね。はい、明夫さんはなんていうの、これ抑えで取ったでしょ。抑えピッチャーで取ってるんだから、すごいよ。すごいことですね。すごいすごい。先発でちょっと調子が出なくてさ、抑えに回ったんだけど、はい、まあそこからやっぱすごいことを起こしていくんだよね。すごいですね。で、パリーグは日本ハムの高橋で、最多勝利は広島、セリーグは北別府20勝。この北別府さん、この20勝した年のさ、はい、スライダーってすごかったよ。だってまっすぐだと思うじゃない、うん、打ちに行ったらそこからね、ピュッと曲がるんだよ。打てない全部詰まった。
わ。であれですよね、翌年から豊さん、この北別府さんがフォーム変えて打てるようになったみたいなことをおっしゃってましたよね。まあそうだね。だからその前の年のすごかった時ってことですよね。もういやもうその凄さを知ってるだけに、はい、ちょっと北別府さんが落ちたら、うん、なんか打ちやすかった。あでもこの年の北別府さんのスライダーって、はい、左バッターまともに打ったやつはいないんじゃない。わすごい。そのぐらい綺麗よかったから。いやだから20勝するっていうことですよね、つまりは。そうそう。あでにえパリーグは日本ハムの工藤、ね、20勝、はいはい、で最多奪三振は巨人の江川、そして西武の松沼ということになっています。はいはい。で、ベストナインはセリーグから言うと、ピッチャー北別府、キャッチャーは中尾、ファースト矢沢、はい、セカンド篠塚、はい、サード掛布、はい、でショート、はい、宇野で、外野手が田尾、長崎、山本浩二、はい、でパリーグは、ね、はい、ちょっと駆け足になりますが、パリーグは、ピッチャーが日本ハムの工藤で、キャッチャーが阪急の、中澤で、ファーストが日本ハムの柏原で、セカンドが、ロッテ落合で、サードが西武のスティーブで、ショートは西武の石毛で、外野手が阪急福本で、近鉄の栗橋、はい、で南海の新井、そして指名打者が日本ハムの、ソレイタというふうになっています。あ、すごいメンバーだね。でもね、やっぱりそうですね、取るだけあるなという。あ、すごいよね。はい。で、じゃあこの年ちょっとセリーグの各チームがどういった、まあ、オーダーだったか、どういったピッチャーがいたのかっていうのを駆け足で見ていきますが、はいはい、まず最下位だったヤクルトなんですけれども、はい、水谷、隅、若松、はいはい、大杉、杉浦、渡辺、小川、大谷というのがベストオーダーだったみたいです。やっぱちょっと年だよね、30代から30代後半ですね。まあ奇数の年も言ったんだけど、はい、この人たちが引退してからこうヤクルトの改革が変わっていくというね、うん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 、まあそういう年次かな。あで、あの、うん、ピッチャーは尾花さんだったりとか、あと松岡さんだったりとかがいらっしゃってまして、はいはい、ベストオーダーの松岡さんもある程度年だもんね。もうピッチャー陣も年齢がいってる方たちがこう目立ってたがちょっと多かったね、はい、でベストオーダーの特徴としては、まあ、オーダーから青木が消え、走れる選手が少なくなった。でまた4番の大杉すら20本塁打を超えることなく貧打線だった。そうだね、はい、若手の尾花が12勝したが負け越しの成績だった。相変わらず抑えは不在だった。やっぱり最下位、まあ、そうだね。うん、やっぱ1シーズンこうずっと続けて安定して戦える人がいなかったという、だ不安定さっていうことですよね、うん、そうだね、はいはい、続いて横浜5位ですけれども、メンバーは、はい、山下、長崎、ラム、田代、はい、これ高木は高木ですけど、高木吉川さんね。あ、です、豊かではないですね。豊かじゃない。あら、そして元井、屋敷、高浦、豊かさん控えになってますよ。24歳、2年目。いやこれは、はい、もうね、いろんなとこやらされたのよどういうことですか。元井さんは、まあ、もちろんセカンドも守ったし、はい、まあ、田代さんが怪我したらサードも行ったし、で屋敷は脱臼してさ、はい、怪我して俺がセンターに入ったりだとか、はい、まあ、いろんなポジションやってたから、うん、多分そこの固定のメンバーに入ってないんだと思う。あ、そういうことなんです。そんな外野もやってた。中日が優勝するときに俺センター守ってた、はい、今じゃ考えられないような感じですね。まあね。でピッチャーはもうそうそうたるメンバーですよ、はい、遠藤、平松、野村、門田、そして抑えに斎藤明夫さんがここにいると。そうね、はい、はい、でもやっぱ投手陣も見てみるとちょっと年だね。若い人がいないの、そんなに。確かにそうですね。27、35、36とかですもんね。でしょ。はい。で、特徴としては、あ、2番の長崎が3割5分1厘の高打率で首位打者となった。ただ、2番打者としては盗塁が少なめだった。で、太陽のエース遠藤が投げまくった。14勝したものの17敗で負け越した。14勝17敗だったんですか。すごいだろ。はい、もう使いまくられたから。しかも勝ってくれないってことですよね、チームが。そういうことだった。いや、まあ、やっぱり貧打線だったんじゃないの、うん、という太陽の、特徴でした。で、続いて4位の広島ですけれども、高橋、衣笠、ライトル、
山本浩二、水谷、ガードナー、木下、達川。まあいいメンバーだよね。うん、達川。なんで4位になったんだろうって思うよね。不思議ですね。だって先発に北別府さんとかいたりとか、あと、あれ優勝してるしな。1年目で津田恒美さんいるんですけど、先発になってるんですよ。うん、最初先発だよ。で、大野さんが抑えになってるんです。あの大野さんですよね。そうそうそう、大野さん。え、逆だったの、ね、津田はね、なんでかというと、球種が少なかったのよ。早かったけど、球種が少ないの。はい。だから長いイニング持たないから、後ろに最終的には持ってったのよ。なんですね。そうそう、大野さんはまだ球種があったから、津田よりも。あ、それで変わった、入れ替わった。だから入れ替えたんだ。あー、そういう時だったんですね。そう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 。で、オーダーの特徴としては、打線で前年同様衣笠が2番に座ることが多かったが、前の年に比べて、うん、水谷とガードナーが成績を落とし、破壊力がちょっと弱まってしまったと。まあ、そうだね。はい。で、投手陣では北別府が20勝し、エースとして君臨したが、先発ローテは前年ほど勝ち星を伸ばせなかった。ローテがちょっと不安定。ピッチャーがちょっと不安定だったかな、そういう意味ではね。あと外国人だよね、やっぱりね。外国人がちょっと弱かったね。っていう。で、3位の阪神いきましょう。はい。はい、で、真由美、北村、佐野、掛布、岡田、藤田、ジョンストン、笠間。これ、真由美さんとか掛布さん、岡田さんはいるんですけれどもね、うん、やっぱバースがいないでしょ。いないです。ここにやっぱバースが加わるか加わらないかっていうのはでかいよね。あ、そういうことか。ああ。あ、この後だもんね、くんのがね。そうですね、それで優勝ですもんね。メンバー的に見るとすごくいいです。はい、いや、いいですよ。だけどバースが一人いるかいないかじゃやっぱ破壊力が変わってくるよね。お、そう、バースの力ってすごかったんですね、だから。いや、でかいでかいでかい。掛布さんも2冠取ってるけどね、この年。あ、そうですよね。それでも、ね、それでもですね。それでも、うん、やっぱ一人の力っていうのは、一、はい、人の力で勝つことはできないけど、はい、一人を加わるっていうことは、すごく力を増幅させるというかさ、はい、そういう効果があるよね。そうですね。でもまさにベストオーダーの特徴で、4番の掛布の破壊力は増したが、脇を固める人たちがやっぱ破壊力不足だったって。そうだね。はい、なってるので、ああ、そういうことなんだなっていう、いいと思いました。続いて2位の、ジャイアンツです。松本、河野、はい、篠塚、中畑、原、ホワイト、粟口、山倉。いいメンバーだよね。ですよね。で、ピッチャーは先発に江川、西本、佐田岡などいます。あと香取。これで優勝できなかったかねと思うよね。本当ですよ。だって中継ぎに堀内さんいて、あと抑えに、堀内さんはもう引退間際だもん。あ、そっか、34歳だ。引退する年だと思う。あ、で、牧原さんが1年目で19歳で入ってきてます。登板なかったですけど。でベストオーダーの特徴が、2年目の原が成績を伸ばし、中軸を任されるようになった。で、投手陣は3本柱が踏ん張ったが、勝ちきれなかった。まあ、そうだね。うん。だからやっぱ2位だったってことなんですか？そうだね。うん。で、優勝は？優勝、中日行きましょう。田尾、平野、はい、もっか、はい、矢沢、はい、大島、はい、宇野、中尾、上川。まあ、本当にいいメンバーだよね。で、その中で中尾さんが MVP 取るんでしょ？そうです、そうです。キャッチャーとしてね。はい。まあ、2年目だったんですね。はい、そうだね。だから、まあでも、やっぱり優勝するところにはいいキャッチャーいるな。そういうことなんですね。活躍するね。うん。で、ピッチャーも、先発が宮古さん。はい、宮古裕次郎。はい。同級生。あ、豊さんと？ああ。おー。でももう6年目ってことは高校卒業で入ってきたっていうことなんですね。そう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 。で、あと鈴木、角、あと抑えに小松。あ、うん、ね、はい。で、特徴としては、まあ、前年度に比べて得点力がアップした。で、足の速い平野が2番に定着し、長打力があり、足も使えるキャッチャー中尾が7番に座り、もともと長打力のある打線がつながった。で、投手陣は前の年課題だった抑えに牛島が定着、うん、まあ、しかし16勝の宮古以外は先発は安定はしていなかった。安定はしなかったけど、はい、いろいろやりくりが上手だったよね。あ、その中でですか？その中でやりくりが上手だった。近藤佐藤さんってさ、はい、
太陽に来てスーパーカートリオを作る人なんだけど、はい、やっぱアイデアマンだったよね。ああ、その方がいらっしゃったんですね、中日。そう、中日の監督だった。はい、で、そういった今セリーグの各球団の特徴だったんですけれども、うん、じゃあこの年、うん、どんなことがあったのかをざっと駆け足で見ていきます。はいはい、まず4月29日、はい、阪急の山田久志がプロ通算200勝を達成する。なんかもっと前にしてる印象があったけど、俺らなんかずっと見てたから、だから俺たちとこうやっぱ被った時に、うん、現役が被ってる時にやったんだなと思って、こう振り返ると面白いね。で、今度5月なんですけれども、5月の11日ヤクルトの大杉克夫がプロ通算450号本塁打を達成する。これ太陽との試合だったんですね。いや、大杉さんってさ、両リーグにまたいで1000本ずつヒット打ったりだとかさ、まあ、両方のリーグですごく活躍した人だったよね。そうなんですね。あ、俺もお世話になったけどさ、はい、まあ、バッティングコーチやったりとかしてね、うん、太陽の、うんうんうん、ものすごい人のいい方だったけどね。あ、そう、人柄亡くなりになったけど。あ、そうなんですね、うん、で同じ5月の22日太陽の斉藤明雄が日本プロ野球新記録の8連続セーブを達成。おう、今だと、うん、いや、8連続って、まあ、そんなに大したことないんじゃないのと思うかもわかんないけど、はい、明雄さんが抑えの時って、うん、平気で3イニングを抑えに来てたからね。あ、イニングまたぎで行ってたんですか。イニングまたぎどころじゃない、二またぎぐらいするんだよ。すごい。いやいや、本当に。いや、だから防御率取ってるでしょ、その時、その年に明雄さんが。はいはい、あ、そうだそうだそうです、ね、抑えで取ってるんだ。すごいことですよね。すごいよ、だから2イニングとか3イニングとか当たり前の時代だったんだから、それで8連続っていうのは、はい、やっぱすごい価値があるよね。そうですね。ああ、すごい。で、今度5月、6月飛んで7月なんですけれども、はい、7月2日、日本ハムの江夏豊が7回裏からリリーフ登板して勝利投手となり、はい、プロ通算200勝を達成する。いや、江夏さんのさ、うん、なんていうの、400奪三振とかさ、はい、いろんな過去のを見てると、うん、もうなんか簡単に200勝してるようだったけどね、イメージでは。だからやっぱり時間かかったんだね。大変だってことですよね。そうだね。うん、で、同じく7月8日、近鉄の鈴木啓示が、これは西宮球場に先発、プロ通算4000イニングを達成。4000イニングってさ、ちょっとイニングの話をしたけどさ、はい、過去の動画でね、うん、4000イニングってやっぱすごいよな。ちょっとものすごい数字ですよね、こう思うと。毎年の投球、その年は130試合だから、はい、130イニングで規定投球回数なんだよね。でもそれを10年続けたところで、うん、1300回じゃない、はるか遠い数字だよ。4000だよ。いや、すごいよな、やっぱ すごいですね。それだけ投げ続けてたってことですもんね。で、また丈夫だったということだよね。そうですね。で、今度8月に入ります。これ8月31日の出来事です。はい、このまま読みますね、ちょっと長いですけど。ああ、はい、横浜スタジアムでの太陽と阪神の試合で、はいはい、阪神の7回表の攻撃で先頭打者の藤田平が、はい、三塁と本塁の間に、ま、こう打球打ち上げたと、はい、で、太陽の三塁手の石橋貢が捕球し損ねて、三塁塁審はファールと判定、和紙屋さんという方ですか。はい、はい、で、これに対して阪神の監督の安藤が石橋のグラブに当たったのでフェアだと抗議。まあ、そうだよね、はい、フェアグラウンドでグラブに当たってたら、うん、それがファールゾーンに行ったとしてもフェアになるからね。はい、うん、それが当たってないっていうことになったわけでしょ。そうです、そうです、そうです、判定はね、うん、はい、で、守備走塁コーチの島野がその和紙屋を手でついたため、うん、審判を、うん、で、和紙屋は島野に退場を宣告した。しかし、島野がそれでも暴行を続け、
主審の岡田が止めに入ったのを今度はコーチの柴田が岡田に暴行を加える。もういろんなところで何か騒ぎが起きてますね。いやもうね、暴行っていう、まあ、とついただけですか、こうやって。いや、ついてるだけじゃない、もう殴ってたから、殴る蹴るだったからね。それは本当に暴行事件じゃないですか。いやいや、暴行事件だよ。そうですよね。で、これで審判団は阪神のこの2コーチの暴力行為に抗議し、グラウンドから引き上げたが、まあ、安藤が岡田に謝罪し、約10分の中断の後試合再開となった。まあそうだね。これ豊さん、その辺は俺現場にいたんだけどさ、で石橋さん、俺セカンド守ってたんじゃないかな。うわ、間近にいたんだ。いや間近にいたよ。で石橋さんに、はい、本当にグラブ当たったのって聞いたら、うん、もう顔が真っ青になってんだよ、石橋さん。で一つ上の先輩だったんだけど、うん、どうしたの、当たったのって言ったら、うん、いや当たったんだよって。あ、いやフェアじゃんとか言って、うん、俺言ってこようかって、ことがものすごくでかくなってるからさ、いや当たりましたって言ってこようかなって言うから、うん、いやいやもうやめといた方がいいって。あ、今更言っても、今更言うなとか言って、あ、もうなんか責任感じてたもん、石橋さんが。青ざめて、そうですよね、だって殴り合いが始まった。あれは当たってたらしいよ、本人曰く。当たってたんですね。当たってた。そっか。でこれ翌日にまた持ち越されるんですけれども、9月1日、セリーグはその前の日の横浜スタジアムでのその審判に暴行を加えた阪神の島野と柴田の2コーチに対し、無期限出場停止処分を下したと発表。そうだね。いや、はい、ひどかったもん、やっぱ。で俺らは止めに入れないじゃない、乱闘じゃないから。阪神の関係者は止めに入ってたんだけど、はい、収まりつかなかったね、なんかね。もうヒートアップしちゃって、もうその審判とコーチが、うん、だから審判が引き上げるっていうのはよっぽどのことだったと思うけど。そうですよね。あれ、このまま試合中止になるのかなとか、いろいろ俺も考えた、はい、あ、でもちゃんとその後試合はなんかちょっと変な雰囲気、険悪な雰囲気になったままの試合でした。いや、めちゃくちゃね。でこれを受けての9月6日が、日本プロ野球コミッショナーとセリーグ会長が阪神の島野と柴田への処分をめぐり永久追放とすることで意見が一致した。いや、もう例えば刑事事件になってもおかしくないぐらいの、はい、欧州の面前、ファンの、ま、目の前での暴行事件だったから、はい、ことはやっぱ重かったよね。こうやってついたぐらいじゃないもん。もう言ってたってことですもんね。そうそう。でもその後2人は復帰をしてくれるけどね。あ、まあ、復帰をさせてもらえたけど、いや、それは良かったですね。星野さんっていうのは、うん、あの星野さんのヘッドコーチだから。そうだ。で柴田さんは、はい、アテネオリンピックの時の、はい、あのデータ処理のメンバーの一人だったから、はい、あ、そうなんですね。だからすごい優秀なコーチなのよ。そうですよね。あ、でも血の気が多かったんだよね。あ、もう切れると早くね、早いっていう。そうだね。あの二方だったんですね。あの二方、うん、はい。じゃあそしてちょっとこの暴行事件は、はい、置いといて、今度10月に入ります。10月14日パリーグのプレーオフ第4戦が後楽園球場で行われ、前期優勝の西武が後期優勝の日本ハムを7対5で破り、はい、西鉄時代以来19年ぶり6度目のリーグ優勝に輝きます。そうですね。で、10月17日今度横浜スタジアムでの太陽対中日で、この試合で中日が太陽に1対3で負け、これで翌日18日の同球場でのカードで中日が勝てばリーグ優勝、負けると巨人が優勝という大一番を迎えることになる。これはね、俺らやりにくかったよ。あ、そうですか。だってスタジアムに巨人ファンも応援に来るんだから、うん、太陽。そっか、異様な光景だったよ。で半分は中日ファン、半分はなんか太陽ファンというよりも巨人ファンだもん。なんで本当に何で戦ってんのか分かんなくなりますね。分かんないんだよ。でも、うん、いきなりここの試合でタオさんが5連続敬遠なんだよ、1番バッター。あ、その翌日ですね、豊さん。そう翌日の10月18日、その中日対、はい、太陽の最終戦で、この時に、うん、まあ、8年ぶり3度目のリーグ優勝を結局中日が太陽に勝って決めるんですが、この試合で打率トップの太陽の、長崎刑事
を、9毛差で追う中日の田尾靖に対して太陽バッテリーは5打席すべて敬遠で歩かせた。だから田尾さん1番バッターで出てくるじゃん。いきなり敬遠だから。もう1球な、もう1球もあれせずですよね。1球もストライクない。それはもう最初ミーティングの時からそうしようってなってたんですか？いやもうそれはバッテリーミーティングでそうしてたみたいよ、うん、俺ら野手だったからそれは聞かされてないから、いきなり何するんだと思って、俺センター守ってていきなり何するんだろうと思ったら敬遠されたんだ、敬遠したんだ。そしたらもうノーアウト一塁、ノーアウト一塁じゃない常にそうですよ。いやこれは勝てねえよなとか思ってたんだ。あ、気づいてなかったんですか？いやだから俺1回の守りが終わって帰った時に、はい、なんで田尾さん敬遠なのって、全打席敬遠するらしいよって、え巨人ファンおんのにって、うん、でも正々堂々とやって中日が勝つんだったら、うん、それはもうおめでとう優勝と思うけど、はい、でも巨人も 0.5 ゲーム差だから追ってるわけじゃない。並んでたのかな、並んでたんですね、はい、並んでたんだ、うん、いやだから巨人ファンに申し訳なくてさ、俺らのことを一生懸命応援してくれるわけよ。ということはこれ中日ファンからも、例えば巨人ファンからもブーイング来ませんでした？いやもう両方ともだよね急に青い。いやそれはさ、まあ、今はさ、はい、林間とか、うん、持ち込み禁止でしょ球場に、はいはい、バイアーって飛んでくるんだよ、危ない、はい、ええー、みたいな、そりゃそうやなと思ってそうですよね。あ、だから異様な雰囲気で試合やったのを覚えてる。これはもう絶対勝てないと思ってさ。まあそうですね、それで結局8対0で中日がまあ勝つですもんね。そうそう、でその時の監督は関根さんなんだよ。あ、そうだったんですね。俺が一番恩師のね、はい、まあ、関根さんのことは、まあ、またちょっとコロナ明けでやろうと思うけど真剣にね、はい、だけど関根さんに一回聞いたことあるけど、これは俺は墓場で持って入るって、これは誰にも言えないっていう風に、もう苦しい胸の内を俺に説明してくれた時はあるけどね、はい、ああそら言えないよね。しかもそういう優勝がかかる巨人にとっても中日にとっても本当に大一番の試合だったからこそですよね。それがなんかすごく最大のその82年は問題提起があった年だよね、うん、ああそうだったんですね。だから暴行事件もあり、こういう最終戦でこういったこともありっていう、それがどっちも太陽が絡んでたってことですよね。そうなんだよだから辛かったよこの年は。後半辛かったですね、最終戦の方に。いやだから優勝シーンを、うんね、中日が優勝した胴上げが始まる、はいね、それを目に焼き付けて、ね、来年頑張ろうっていう、うん、だ悔しいけど見ようって思うと思うんだよ、はい、だけど見れなかった。あ、そういう風にはもうすぐロッカーに入った。あ、後味がなんか悪いまま終わってしまった。そっか、まあなんかざっとねちょっと年次見てきましたけれども、なんか豊さんにとってはそういう年だったんですね。まあその年だな、俺もいろんなところで使われ、まあそれが経験となって残ったけど、はい、最後の締めの試合がそれでしょ、うん、後味悪かったよ、後味悪かった。そういう年を今回はちょっと駆け足で見ていきました。そうだね、はい、はい。